皆様、こんにちは。ニューヨークで、ただいま妊活中の48歳、コリンゴでございます。久しぶりに妊活ビデオになりますけれども、もうこちらのバックグラウンドも見ていただけるとわかると思うんですが、はい。今日のお題、妊活に興味のない方はスルーしてもらってね。今日のお題、行きましょう。いきなり。ダン。卵子提供のための妊活サプリでございます。はい、じゃあちょっとサクサクサクと言ってみようかと思います。まずですね、私、そうですね、去年の暮れくらいに、卵子提供に臨むぞということで、これまでね、妊活ビデオで結構何のサプリ飲んでるとかいろんなビデオを出したんですけれども、私もステージが変わりまして、ついに卵子提供になりますので、あの妊活のね、皆様、体外受精頑張ってる皆様と同じサプリを飲んでいても効果がないかなと思いまして、卵子提供に向けて、卵子提供にフォーカスするための妊活サプリ、こちらの方まだご紹介していなかったので、今日はまあどのくらい卵子提供の方にね行かれる方がいらっしゃるか分かりませんけれども、こちらの方も配信していこうかなと思って、まずはですね、通常ね、妊活始めようって言ったら皆さん、一般的に飲まれると思う、こちら、妊活サプリ、ベーシックですね。例えば、もう絶対に葉酸飲んでくださいと言われますよね。私も飲んでますよ、こちら。見えねって、こちらね、プリネイタルバイタミンですね。葉酸が入った、全部のマルチビタミンになりますよね。これ飲んで、で、絶対欠かせないのが、いきなり飛んじゃいますけど、ビタミン D をね、これ絶対もう妊活サプリ、これはなんかデータに出てるっていうんで、これは絶対飲まなきゃいけないんですけれども、あとは若返りの、高級店とか、あとね、なんかこっちも若返りで、NMS とかね、飲んでんですけれども、まあ、他にもね、妊活中はいろいろね、L、カルチニンだの、QQPPQ だかなんだかとか、いろんなサプリを飲んでたので、過去、体外受精してる時はね、過去動画を見ていただければいいと思うんですけど、一応現在はもう自分の卵では頑張らないということ。頑張らないというか、頑張れないということでね、いろんな飲んできたサプリを結構カットしました。はい。それでですね、カットした中でこのベーシックだけは今でも飲んでますよ、というものなんですね。ただ、今までもっと飲んでたものをカットしたんだけども、やっぱり追加しましたっていう、サプリがあるんですよ。それがですね、はい、こちら、ドン。DHA と、もう、バックグラウンド外せやって感じでしょ。これね、オメガ3。この DHA を一旦やめたんですね。年明けくらいに。で、ほら、もう自分の卵、ほら、DHA っていうのは、高齢妊活者が、卵がなくなっちゃうので、それをヘルプするために、もう DHA を高齢でね、45歳で初めてね、不妊治療クリニックにコンサルテーションに行った時に、もう DHA と高級点を必ずすぐ飲んでくださいって言われたくらいだったんで、まあ、そっから飲み始めてたんで、まあ、卵はね、45歳、46歳、47歳にしては、そこそこ、取れてはいたんですね。それは DHA のおかげなのか何だかわかんないんですけど、とりあえずもう自分の卵では体外受精しませんと決めたので、ちょっと DHA も飲まなくていいんじゃねみたいな感じで、今年明けぐらいから DHA カットしたんですね。そしたらですよ、2月3月と、なんと基礎体温が上がらないみたいな感じで、もう高齢だからね、閉経かなっていう、もう、基礎体温が2ヶ月くらい、2月3月と上がらなくて排卵してませんね、みたいな感じになっちゃった。だって、しかも前回のサイクル、40日に生理が来なかった。もう閉経ですね、と思ってて、なんで急にこんな、まあ、急にっていうかもう48だしそうだよなと思ったんですけど、DHA を飲まなくなったら、急に、排卵しないって卵できてないんじゃないみたいな
感じで、え、じゃあやっぱ一応取っておこうかみたいな感じで、慌てて今月から飲み始めたんですね。で、サプリって3ヶ月くらい飲まないと効果がないから全然なんですけど、なんと今回のサイクルで、今回の周期ですね、やっと高温期が来ました。はい、一応ハイランブって高温期が来てくれたんですね。それだからなんか DHA のおかげかは分かんないんですけど、とりあえず飲んでおこうかみたいな、なんか DHA、これ、なんかストレスとかある人も飲んだ方がいいよみたいな感じだったので、これ追加したんですね。で、メインの卵子提供のためのフォーカスサプリ、じゃあ卵子提供のために追加したあのサプリをご紹介しましょう。今回これがメインですからね。はい、ドン、こちら、はい、卵子提供のために追加したサプリは、じゃじゃん、見えませんよね。はい。あ、光って見えない。これですね。ビタミン E でございます。これはビタミン E。今までなんかアーモンドとかたくさん食べてるからビタミン E 飲まなくてもいいかなと思ったんですけど、卵子提供に臨みますよということで、クリニック側から、ではビタミン E をすぐに摂取してくださいっていう指定されたんですね。と思って、ビタミン E 侮って出たなみたいな感じで、ビタミン D をすぐ飲めって言われたので飲み始めました。もちろんアーモンドとかもいっぱいいつも食べてるんですけど、これ追加させられたんですね。で、これ追加したのはいいんですけれども、待て、まあ、卵は自分の卵を使わないんだけど、ほら卵子提供を受けて、あの、受精した受精卵ちゃんをお迎えするのは私の子宮じゃないかと思って、あれ、これ内膜薄かったらまずいんじゃないのみたいな、一回ね、卵子提供のためのコンサルテーションに行った時に、その時にあのモニタリングね、そのグラムで見てもらった時に、卵がね1個2個1個あって、でもう一個シスとかみたいな感じで、ああ DHEA 飲まなくなったからなーなんて思ったりもしたんですけど、その時のあの内膜の厚さが 6.5 っていう薄さだったんですよ。これまずいやんと思って、カースにね、あのビタミン E だけじゃなくて何か内膜を厚くするための薬とか飲んだ方がいいんじゃないんですかねと、あの私のお腹に移植するからね。そう、別にいいわよ、飲まなくてもサプリ。薬で熱くするからみたいなこと言われたんですね。でももうビタミン E だけ飲んでてもらえば十分みたいな感じだったんですけど、個人的には内膜熱くしたいじゃないですか。ということで復活したサプリがあるんですね。こちらまた見えづらいわね。はい、L アルギニンでございます。はい、この L アルギニン。前もね、あの体外受精、自分の体外受精してる時に一生懸命飲んでたんですけど、この L アルギニン、やたらカプセルがでかいんですよ。もうお見せできるかしら。ちょっとね、あの見える、このでか、あ、見えないよね。じゃあちょっとびっくりするから、 L アルギニンとビタミン D を比べてみようか。大きさすっごいでかいの。もうこれ飲むと喉に詰まるくらい。見えないね。もうこのバナー外そうかね。もういいみたいよね。はい。これが L アルギニンで、これがビタミン D。こんな大きいの飲むのよ。ということでね、そう。まあ、ということで皆様、もしね、卵子提供、もしくはだ、ね、あの L アルギニンは、これから移植する方にもいいと思うのでね、あのこれを飲んでもらえればと。こんな感じなんですけど、さっき言ったこの追加なんですけど、女性はね、まあ、女性が頑張っても男性だって、あの卵子提供にしろ、自分の、あの体外受精にしろ、男性の精子も大切ですよね。それでなんか男性精子も、うちのパートナーも、もうね47歳になってしまいましたから、なんとかし
男性用のサプリメントはないですかねって言ったら、まあそこまで言うんだったらご主人には、はい、こちら男性はこれ見えないね、リコピン、リコピンのサプリを飲ませてくださいって言われたんです。リコピンなんて聞いたことないんですけど、なんか男性サプリって言うと亜鉛とかね、そんなマカとかそういう感じじゃないですか。だったんで初めてリコピンっていうのを聞いて、ちょっと調べたらどうやら精子のクオリティを上げるとかみたいなんですね。なんか精子、それじゃあ上げてもらいましょうということで、ジョンさんにもこれ飲んでてもらっています。真面目にちゃんと飲んでるのかわからないんですけど、これをそう言われてから飲んでるので、もう来月くらいになったら3ヶ月くらいになるのかな。ちょうど移植くらいの時には、バッチリいい移植というか、ね、受精させる時には、バッチリいい精子、クオリティのいい精子を提供してもらわないといけないと思いますので、男性はリコピンだそうです。どうですか？皆様、いかがでございましたでしょうか？今回は卵子提供にフォーカスしたサプリメントをご紹介してみました。急にでこんなね、ビデオを配信したのは、実はね、明日5月16日月曜日ってぐで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 じゃじゃん、ニューヨークコリンゴラジオ5周年記念放送やります。はい、これ告知するためにこんだけ長く引っ張っちゃいましたけど、明日です。明日の月曜日、ニューヨークコリンゴラジオも5年を迎えました。早い、5年って、この我が番組が5年って、もう5年前に始めた時に出産してる方の赤ちゃんが5歳になってるみたいな、もうこの私の番組も5歳のマイベイビーなんですけれども、いや、本物のベイビーを、もう5年なんて本当早い。だからもう来年はね、子供を出産して、次、ニューヨークコリンゴラジオ10周年記念の時は我がベイビーが5歳ですぐらいな勢いでいきたいんですけれども、ということで5年頑張ってきたニューヨークコリンゴラジオのスペシャル放送、5周年記念なんですけれども、5周年記念はね、今日こちら、はい、ドン、5周年記念ニューヨーク第260回もやってるんですね。第260回ニューヨークコリンゴラジオ、卵子提供の疑問と可能性も、ニューヨーク卵子提供エージェントの綾野飯田さんをお呼びして、たっぷり卵子提供について伺ってしまおうかと思っております。なのでね、ライブ配信ですので、その場で綾野さんに質問がある方は、卵子提供についてのね、質問がある方は、ぜひぜひコメントその場でいただければ、その場で答えていただけるのでね。で、放送時間が申し訳ない。ニューヨーク、月曜日でね、ニューヨーク、朝9時からなんですけど、仕事で見れないっていう人もいらっしゃるんですけど、申し訳ない。ニューヨークコリンゴラジオ、もともと月曜配信っていうもので5年間やってきてしまったので、もう、しかも日本だとニューヨークの、ニューヨーク時間、月曜の朝9時、すると日本は夜の10時から、もう妊活者なんだから早く寝なきゃいけないのに、ということで、なかなかライブ配信が見れない人は、アーカイブで見ていただいても構いませんので、サポートしていただければ。ただアーカイブでね、見ていただくと、綾野さんにライブで直接質問を、聞けないので、事前に質問等をね、受けたまっていたんですね。はい。こちらのメッセージ、概要欄にね、コメントとかメッセージ、質問内容を送っていただいてもいいですし、nycoringoradio@gmail.com の方に、直接質問を、受け付けていますので、ただかなりね、質問が寄せられてたので、そろそろ質問は締め切らないといけないので、ライブで聞ける人はね、その質問には答えられると思うんですけれども、ということでね、私もついに、この夏、そうね、この夏に、とうとう卵子提供に臨みますよ。こうドキドキワクワクをありつつ、まあいろいろ不安もありますよね。周りに、ね、そこまで卵子提供の情報がなかったりするので、まあ卵子提供をやられてる人、やった方、今やってる方、
とかね、そういう方となんか情報提供ができたらいいなーなんて、そういうまた妊活コミュニティみたいなのができたらいいな。そう、私ね、妊活コミュニティを開いて、ニューヨーク妊活クラブというニューフェイスブックでプライベートページを立ち上げて、あのコミュニュね、なんかみんなとこう情報交換とかしたいなと思ったんですけど、なかなかね、あのフェイスブックだと実名でね、あの皆さんポストできないみたいなので、私いろいろ考えまして、もう一つ、すいません、急なんですけれども、そうね、あの告知させていただこうかなと思ってるんですけど、もうね、体外受精とかやらなくなっちゃったのでいや、やるんですけどね、自分の卵じゃないですけど、卵子提供、私あの妊活で頑張って3年間やってきたんですけど、あのもう最終ステージになんかもう進みますので、あの卵子提供に興味がある方、今やられている方、すでにやった方、そういう方のコミュニティができたらいいなぁなんて思ってね、私また新しいプラットフォームを広げてしまいまして、あの今ね、流行りというか、もう随分前から流行ってますけれども、ノートっていうあのブログ のプラットフォームがあるかと思うんですけど、そちらでやっと、あの卵子提供について、もう卵子提供だけに特化 して、あのそういう記事をやっと書き始めました。なのでね、なんかいろいろやっぱり卵子提供とかっていうと、まあ賛否両論あるのでね、いろいろ言われたりすることもあると思うので、なんかね、ニューヨークコリンゴラジオのホームページでブログを書いていくのはなんかちょっと違うかなと思い始めてきて、なんか新しい場所での配信場所を探していて、やっと見つかりましたので、そうですね、ノートの方で、ニューヨークコリンゴラジオとか、コリンゴラジオじゃない、あのコリンゴの卵子提供ページを、あの概要欄の方に載せておきますので、できれば、ね、あの全員に見てもらうのではなくて、卵子提供をこれから考えている人、今やってる人、もう前にやられた方、卵子提供を受けた方に読んでもらいたいので、まあ、それを専門の、それしか、そのサブジェクトに触れてしか書かないプラットフォーム、あの立ち上げましたので、卵子提供に興味のある方、ぜひぜひいらしてください。そこでね、なんかコミュニティみたいな感じで、皆さんと情報交換ができる場になっていったらいいなと思って作りました。はい。ということで、そちらの方も応援よろしくお願いします。そして、いつも通り、nycoringo.com の方はいつも通りにニューヨークコリンゴラジオ配信したり、ニューヨークの生活や海外の生活、旅行とか、もうちょっと旅行とか今年行けなくなりそうね。それは嬉しいことよ。妊娠して行けなくなるんだったら、それには越したことないですからね。はいはい。まあ、そういう日々の生活は、そっちであのブログ書いていこうかと思うので、ぜひ、もうブログ書く時間がないよ。そんなあっちもこっちもって書いたらなんですけれども。ということでね、あのよろしければ皆様、引き続き応援よろしくお願いいたします。そして明日のニューヨークコリンゴラジオもぜひぜひ、ご覧いただけたらと思います。それではちょっと長くなってしまいましたけれども、皆様、See you tomorrow ということで。ではまた。